品川県陰影。明治2年11月制定。品川県は、1869年に、武蔵国内の旧幕府領の管轄のために、明治政府によって設置された県。おおむね現在の東京都練馬区、杉並区、中野区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区及び、いわゆる多摩地区の東部、南部、さらに埼玉県。 神奈川県の一部を管轄した。明治2年2月、武蔵地県事小笠田尾の管轄区域をもって、品川県が設置された。品川県が設置された、正確な日付は明らかになっていないが、1月30日付の小笠一平役所触れ書きに、品川県役所と解消する胸のお手書きがあり、小笠一平役所触れ書きとしては2月2日付が最後で、 翌三日付の品川県役所二つが存在していることから、この頃に設置されたものと考えられる。いずれにせよ、同時期設置の各県とまとめて2月9日に告示された。東京府や韮山県、川越藩などとの管轄区域の交換を経て、主に東京の南港から成功を管轄した。廃藩地県を経た第一次府県統合において廃止される。江原郡 豊島郡内及び多摩郡東部の管轄区域は東京府が占め、新座郡、入間郡内の管轄区域は入間県が占めた。なお、多摩郡内の大部分の管轄区域に関しては、大上管布告では入間県に移管するとされたものの、横浜に居留する外国人の遊歩区域に含まれるとの上申により間もなく神奈川県に移管されている。 もともと江戸近郊を支配する関東大館3名の役所は、幕路町御用屋敷にあり、近郊に手代が常駐する出先機関が置かれていた。このうち江原郡品川塾の官名改め所に、出先があったことから品川口大館と呼ばれていたのが、品川県の前身にあたる。1869年の品川県設置にあたり、役所は幕路町御用屋敷から旧。 小笠原八八郎邸に移転したが、一方で、その当初に品川塾に出先が存在していたかは定かでない。県庁舎の建設について資料に出てくるのは、翌明治3年5月が初めで、その時点で品川塾へ県庁舎建設の計画があったことが伺える。計画地は、東海寺本坊があった場所と伝えられ、現在は品川区立品川学園の敷地となっている。 明治4年4月に江原郡内の村々から集めた人足が仙台藩急下屋敷の解体と東海寺への古材運搬に従事した記録が残っており、この頃から建築が始まったと考えられる。しかし建築中の同年7月9日に台風のため倒壊したと伝えられている。着工後に府県統合が計画され、倒壊直後の7月14日に、 廃藩地権が実施されたこともあり、建築が再開されることはなかった。ここを34,511万188,650人。品川県資料ピアニッシも34から36。品川県資料ピアニッシも47から49。品川県資料ピアニッシも49から59。明治2年行政官府国第142号。 国立国会図書館近代デジタルライブラリー。品川県資料ピアニッシ二百246から448明治4年大府国布告百594号。国立国会図書館近代デジタルライブラリー。東京府入間県館地のうちを神奈川県に分属。国立公文書館デジタルアーカイブ。東京志向市外編52。東京都1962年。 316から331ページ。全国書誌番号、122万6894。中野区民生活誌1。中野区民生活誌編集委員会、中野区、1982年、79ページ。全国書誌番号、8300万3326。東京志向市外編52には、明治5年5月22日とあるが、 正月と5月の取り違えか。東京志士校市外編53にも東京府から神奈川県への引き渡しは1月とある。品川県資料ピアニッシュも300から309、任会日録明治2年7月20日、区内庁区内公文書館維新資料公用明治4年5月17日19日、国立国会図書館近代デジタルライブラリー。ありがとうございます。